なんだ、私のことを好きにならなかったか、という言葉をかけたいです。同じ人間であることは変わりないですし、大切な仲間であることは変わりないというふうに伝えたいです。もっと深い信頼関係が築けると思っています。へ、僕自身も、カミングアウトを受けたことがあって、その時にやっぱり感想ってこうだったんですね。嬉しいっていう気持ちがここには入っています。そう、今好きな人いるの？男女関係なく、まあ、人としてどんな人が好きなのかなっていうのが気になって。ありがとう。少なからず傷つけていた部分もあったかもしれないので、まあ、そういうところも含めて僕に気づかせてくれてありがとうっていうところ。どうですかね。まあ、でも最初にまずでもそっか、そんな勇気あること言ってくれて嬉しいですかね。僕自身やっぱりね、より多くの人にスポーツっていうものを親しんでもらいたいと思うので、全てのスポーツに関わる人たちが笑顔になれるような世界をみんなと一緒に作れればと思います。スポーツは誰もが楽しめる権利があると思います。LGBT だから、障害があるから、スポーツを奪われるってことは絶対にあってはならないと思います。いかに男性らしくいろうとか、そういうものは僕の世界ではそんなに関係ないです。やっぱりスポーツの世界、まあ、いろんな分野でもオープンに自分を出していける方が自分の才能っていうものをどんどん発揮できると思うので、どんどんオープンに、そしてみんなに認められる世界にしていけたらと思っています。まあ、2020年の東京オリンピック、パラリンピック経て日本がどう変わっていくかっていうのが本当にスポーツ界に問われていると思うので、まあ、フェンシング界から LGBT の皆さんに心的安全を保障できるような、まあ、そんな環境整備をこれからもしていきたいなというふうに思っております。 Hi there, as an out gay man in rugby, it has been wonderful for me to be able to be myself in the sportand enjoy in the sport. So to all you LGBT people out there and all allies of LGBT people, remember to keep safe, keep well, and enjoy whatever sport you're participating in or want to watch, particularly the Rugby World Cup.